ねえ君、危ないから送っていくよ。車に乗って。大丈夫です、一人で帰れますから。そんなこと言わないでさ、素直に送らせてくれないかな。しつこいな。あの、大丈夫って言ってますよね。これ以上つきまとわないでください。こいつ下手に出てたら調子に乗りやがって。よこせ。ちょっと何するんですか。やめて。いや、うるせえ。お前はこうしてやる。いや、離して。いや。皆さんは1988年に発生した女子高生コンクリート詰め事件を知っていますか。忘れもしない大事件となっている方もいれば、生まれていなくてあんまり知らないという方も多くいるのではないでしょうか。事件発生から36年ほど経っていますが、犯人は出所後も驚くような生活をしているというのです。そこで今回は事件を振り返りながら、犯人の出所後の生活についてお伝えします。1988年11月8日、アルバイト先から自転車に乗って帰宅中だった被害女性の吉田純子さんが犯人の一人に転倒させられたことから、恐ろしい事件が始まってしまいます。早く帰ってドラマの最終回見ないと。楽しみだな。おい、お前あの女蹴ってこいよ。あ、俺が。あ、そうだって言ってるよな。お前早く行ってこいよ。分かったよ。お前があの女を蹴った後はうまくやるからさ。おりゃ。うわっ。で、大丈夫ですか。あ、まあなんとか。俺に捕まって立てますか。ありがとうございます。あの男、あなたに近づいてわざと蹴ってましたよ。やばいやつですよ。実はさっき俺も脅されたんだ。危ないから送っていってあげるよ。え、ありがとうございます。でも大丈夫です、一人で帰れますし。危ないよ、あいつヤクザっていう噂もあるし。だから送っていくよ。ちょっと怪しい。大丈夫です、ちゃんと一人で自転車乗って帰れるので。そんなこと言わないでさ、素直に送らせてくれないかな。しつこいな。あの、大丈夫って言ってますよね。これ以上つきまとわないでください。こいつ下手に出てたら調子乗りやがってよ。よこせ。ちょっと何するんですか。やめて。いや、うるせえ。お前はこうしてやる。いや、離して。いや。吉田純子さんはこの日を境に家へ帰宅することはなかったのです。そしてこの日から吉田純子さんにとって非常に耐え難く恐ろしい日々が始まるのです。おい、降りろ。お願いです、家に返してください。黙れ。お前まだわからないのか。俺らはわざとお前に近づいて助けてやったふりをしただけなんだよ。素直に返すわけないだろ。いいか、俺らは有名な不良少年なんだよ。お前がもし警察とか親とかにチクったらどうなるかわかるよな。私が何をしたって言うんですか。返してください。黙れって言ってるだろ。お前はこれから俺らのおもちゃになるんだよ。おいシンジ、早くこの女を連れてホテル行くぞ。そうだな。さてと、これから俺らを楽しませてくれよ。いや、マジ楽しみ。お願い、やめて。おもちゃは余計なことを喋るんじゃねえや。おいおい、いい体してんじゃん。お母さん、助けて。あ、そうだ。おいシンジ、お前マモルに電話かけて外に来るよう伝えろ。ホテルで吉田純子さんを襲った後、仲間である上作城と少年 A、B と合流し、たまり場である港真嗣の自宅の2階に吉田純子さんを拉致監禁し続けたのです。また横山博文らの行動はどんどんエスカレートしていったのです。おお、お前ら来たか。ほら、いいものがあるだろ。おお、いいおもちゃ見つけたじゃん。ほんと、こりゃしばらく楽しめそうだな。
今すぐにでもしたいところかもしれないが、そういうのは俺の家族が寝静まった後にみんなでだからな。まだ手を出すなよ。くぅ、早くしたいぜ。夜が楽しみだな。さーて、お楽しみの始まりかな。おい、まずは俺らから。仕方ねえな。まあ、夜はまだまだこれからだからな。このままやられっぱなしは嫌。そうだ、ちょっと大きめに抵抗して音が下に響けば誰か助けてくれるはず。お願い、やめて。吉田純子さんの必死の思いの抵抗で下の階で寝ていた港真嗣の母親は目を覚まします。しかし寝具などで顔を押さえつけられていたことで叫び声を上げることができなかったのです。しかし11月30日午後9時ごろ、港真嗣はこの時初めて吉田純子さんの顔を見ていました。その女の子いつからいたのよ。あ、なんだよババア、いつからいたなんてどうでもいいだろ。もう夜遅いんだからなるべく早く返しなさいよ。ああ、もう分かったから早く下行けよ。いいか、部屋覗くんじゃねえぞ。一週間経っても吉田純子さんがいることに気づいた母親は吉田純子さんに直接帰るように伝えていました。しかしこの頃吉田純子さんには帰れざるを得ない事情があったのです。おい、そろそろ自宅に電話して家出だって伝えろ。そうだよな、捜索願いなんて出されたらめんどくせえからな。わかってるよな、変な行動を起こしたら容赦しねえからな。お母さん、私の声で気づいてくれるかな。お願い。わかってます。もしもし、お母さん。純子？純子なの？あんたどうしたのよ、心配したのよ。ごめん、今友達の家にいるの。しばらく帰らないけど、捜索願い出してるなら取り消してほしい。本当なの？友達って誰の家よ。とにかく友達の家にいるから安心して、捜索願いは取り消してね。じゃあね。あ、ちょっと純子。この後も5日ごとに3回にわたって電話をかけさせていたことから、吉田純子さんの両親は家出だと思ってしまったようです。またその後は昼夜関係なく吉田純子さんの体をもてあそんでいました。もうこれ以上は本当に。うるせえな、お前は俺らのおもちゃだってまだわからねえのかよ。こいつちょっと頭弱いのかもな。おい、目つぶってないで起きろよ。はい、お前らバケツに水持ってこい。オッケー、あいよ。ほら、どうだ、これで目が覚めたか。さてと、続きを楽しませてもらいますか。このように気を失っては水をかけ、何度も吉田純子さんを襲うということを繰り返していました。そんな日々に何とか耐えていた吉田純子さんにチャンスが訪れたのです。この人たち、よし、全員寝てる。もし逃げるなら今がチャンス。電話だけでもいいからかけないと。はい、110番です。事件ですか、事故ですか。あの、助けてくだ。おい、お前余計なことしたらどうなるか分かってるよな。ごめんな。変な真似するなよ。あ、もしもし、警察ですが、先ほど切れてしまったのでどうかされましたか。あ、すみません、何でもないんです、間違えてしまっただけです。運悪く近くで寝ていた横山博文に気づかれてしまったことで、吉田純子さんへの攻撃はエスカレートしていくばかりでした。時にはお酒を無理やり飲ませて楽しませる通し、事件への凶悪性が出てきたのです。ああ、こいついよいよ顔も悪くなったし、頭もでかくなってもう用済みだな。最初は可愛かったのに、もう全然可愛くないから襲う気にもなれねえよ。なあ、いっそこの世からいなくなってほしくない。悪くない話かもな。でもよ、その場合どうやって処理するんだ。
そうだな、ミンチとか。いや、いっそのことドラム缶に入れて焼いちゃえば。自分でこの世を去った風に見せかけるのとか。いや、やっぱりドラム缶でしょ。面白半分で話していた犯人たちでしたが、その内容が実行される日が突然訪れたのです。その日は事件から42日が経過した1989年1月5日の早朝のことでした。サウナ最高だったな。あ、兄貴から連絡が。おい、あいつ意識ないって。は？マジで？気を失ってるだけじゃなくて。そうじゃないみたい。おい、やばいぞ。とりあえず溜まり場戻ろうぜ。そうだな、急こうぜ。うわ、こいつマジじゃん。おい、どうする？このまま捨てるわけいかないだろう。そうだ、コンクリートで埋めちまおうぜ。ほら、俺以前タイル工として働いてたから、店に電話をかければ材料は調達できるし。ああ、それしかない気がする。とにかくまずはこいつを毛布でくるんで、カバンに入れて移動しよう。そうだな。おい、みんなでやるぞ。あ、もしもし、以前お世話になってた横山博文ですけど。ああ、横山さんね。どうしたな？あの、コンクリートを少し用意してほしくて。コンクリート？別にいいけど、何に使うの？ああ、ちょっと両親が家の修復に使いたいみたいで。まあいいけどね。わかったよ、取りに来て。はい。俺は守とコンクリート取りに行ってくるから、他の奴らは近くの工場からドラム缶を盗んでカバンごと突っ込んどけ。こうして吉田純子さんは1ヶ月以上に及ぶひどい行為に限界が訪れ、家族に本当のことを言えないままコンクリートに流し込まれ埋められてしまったのです。また吉田純子さんは望まぬ妊娠もしていたことが分かったのですが、犯人たちによって最後には子宮をドリルで引き裂かれてしまっていたといいます。とても人間がする行動とは思えない最悪の事件ですが、犯人たちは出所後どのように暮らしているのでしょうか。まずは横山博文についてです。横山という名字は事件後に改名したものであり、事件当時は宮野という名字でした。懲役20年の刑が下された横山博文でしたが、満期出所後すぐにある犯罪を犯していました。おう、博文、お前出たばっかなんだろ。どうだ、久々の外は。お久しぶりです。いや、最高だけど思うように定職につけなくて金がないんすよ。お前、定職につこうなんて考えてたのかよ。仕方ないじゃないですか、俺だって食っていくためには金が必要なんすよ。なあ、それなら定職に就かなくてもお金が入るいい方法教えてやろうか。それって捕まったりしないですか？まあうまくやってれば捕まることもないから。今の俺には金が必要だし、うまくやって豪遊できるならそれでいいか。ぜひ教えてください。じゃあこのカードであの銀行から金を引き出してきて。わかりました。引き出すだけで高額な収入もらえるなんて、やっぱり俺はこうでないと。あ、万が一警察に声をかけられて捕まったとしても、黙秘し続けるのだけは忘れるなよ。わかってますよ、任せてください。なんと横山博文は反省する素振りもなく、出所してからは振り込め詐欺の受け子をやってはリッチな生活を送り続けていたのです。しかしそれも長く続くはずがなく、さーてと今日も引き出しますか。君、ちょっといいかな。うわ、警察じゃん、最悪。なんすか？何ってどうしているのか自分でわかるよね。とにかくまずはここから出ようか。こうして警察に振り込め詐欺に関わった疑いで逮捕されたものの、最後まで黙秘を続けていたことから口を割らせることができず、不起訴となり釈放されてしまいました。また現在の所在地や結婚などの情報も一切つかめてはいないようです。
続いては上作ジョーについてです。上作も改名した名前であり、旧姓は小倉という名前でした。出所後は刑務所での経験をもとに、ある会社に派遣社員として就職していたようです。お前は今日もパソコンの勉強をしているのか？出所した後に役立つかもしれないですから、少しでも何か勉強しておこうと思って。ああ、そう思えるのはいいことだ。何か出所後の役に立つといいな。新作、悪いけどこの仕事をお願いできるかな？ああ、大丈夫です、任せてください。いやー、助かるよ。もしかしたら派遣社員じゃなくて正社員になれるかもな。だとしたら最高っすね。しばらくは刑務所でパソコンについて学習していた経験から、 IT 会社に派遣社員として働いていました。このまま社会復帰かと思われていました。しかしある日のこと。新作、ちょっといいか？何ですか？俺なんか仕事でミスっちゃいましたか？いや、そうではないんだ。ちょっと言いづらいんだけど。何でも言ってくださいよ。間違ってたら本当に申し訳ないんだけど、お前女子高生コンクリート詰め事件の犯人だったって事実か？それは、はい。そうか。新作の働きぶりには非常に感謝してるんだ。できればこのまま一緒に働ければなと思ってるんだが、この噂が会社中に広まっててな。くそ、誰が嗅ぎつけたんだよ。せっかく社会復帰できたと思ってたのに、俺は結局ダメなやつってわけか。そうだよな、世間からしたら極悪非道人だもんな。本当にあんまり言いたくはないんだが、お前もこのまま続けたところで会社に居づらいんじゃないか。退職しろってことですよね。犯罪者はこの会社にいるなってことが言いたいんですよね。いや、なんていうかな、あんまり怒らせたら何されるかわからないし、ここは穏便に済ませないと。新作はこのまま働きたいと思ってるのか？もういいっす、俺今日でこの会社辞めますから。今までお世話になりました。こんな会社こっちから願い酒だ。くそ、イライラするな。やっぱりあいつの噂って本当だったんだな。やばくないですか？まさかあんな事件を起こした犯人と一緒に仕事をしていたなんて。本当だよな。てか会社もいくら派遣社員だからって言ってもちゃんと経歴調べてから採用しろよな。もしもあの人を怒らせてしまったら何されるかわからないって考えると怖いですよ。さすがに一緒に働きたくないよな。ただの前科者ならまだしも、あの凶悪事件だぜ。あいつらまで、今まであんなに仕事できて助かるとか言ってたくせに、犯人って分かったら途端これかよ。クソが。うわぁ、先輩やばいですよ、こっち見てますって。こうして犯人であることがバレてしまったことで、上作ジョーは会社を退職したようです。また2004年に知人男性を監禁したことで逮捕までされています。おいお前、俺の女をよくも取りやがったな。おいおい待てよ、俺の女ってお前ら付き合ってもないだろ。それにあいつと交際しているのは俺なんだぞ。どうしちゃったんだよ。うるせえ、俺が好きな女は俺のもんなんだよ。どうせお前が俺の女にうまいこと言って付きまとったに決まってるんだ。ちょっと誤解だってなあ。まずは落ち着いて話そうぜ、俺ら知り合いだろ。黙れ黙れ。あのな、俺は人をやっちまったことがあるんだ。もう一人やるくらいどうってことないんだぞ。こいつイカれてやがる。にしてもまずは落ち着かせないと本当にやられちまう。わかった、ひとまず黙るから落ち着いてくれないか。俺に指図すんじゃねえ。上作ジョーは自身が好意を寄せている女性の交際相手とされる知人男性に言いがかりをつけて、母親が経営する埼玉県三郷市内のスナックに監禁した容疑で逮捕されています。
そして現在は大阪府に住んでいるのではないかとささやかれているようです。最後は港慎二についてです。港慎二も主犯格の一人であり、懲役5年以上9年以下の不定期刑の判決が下されていましたが、後半では更生しようとする態度を見せていたのです。あなた方は自分のしたことをどう思っているのですか。今思えば被害者を人間だと思っていなかったというか、その頃は人間とかそういうのも考えていなかったんです。他に何か言いたいことはありますか。吉田さんや世の中の皆さんに大変迷惑をかけ申し訳なく思っています。自分はまだまだ未熟ですが、これからはしっかり反省して一生償っていきます。この言葉通り、最初は趣味であった格闘技を仕事にしようと考えたのか、ムエタイ選手として活動しながら働いて償っていこうと思っていたようです。俺この先なんだけど、格闘技が好きだっただろう。だからそれを生かしてムエタイ選手になろうと思ってる。お前みたいなやつを選手として雇ってくれるとこなんてあるのか。綾瀬にあるタイ料理屋で試合しながら働けるんだ。もともと格闘技も好きだったし、俺みたいなやつは普通の会社じゃ無理だろうし。もう何でもいいが、人様に迷惑をかけることだけは勘弁してくれ。ムエタイ選手としての実力はそこそこあったようですが、巨悪事件の犯人ということがすぐに知れ渡ったことから応援する人は少なく、入場するたびにブーイングを浴びせられていました。続いては港慎二選手の登場です。今日も叩きのめしてやろうぜ。コンクリ男は帰れ帰れ。そうだぞ、コンクリ男なんて負けてしまえ。どいつもこいつも俺を舐めやがって。ムエタイ選手となり更生しようと努力していたようにも思えましたが、ブーイングばかり浴びる生活に嫌気がさしたのか、2018年8月にあることが原因で逮捕されています。くそ、ムエタイもうまくいかなかったし最悪だ。あー、むしゃくしゃする。あ、今あいつ俺を睨みやがったな。バーベキュー楽しかったな。あ、なんだですねってどうしたんですか。いや、あいつこっちに向かってきてないか。本当だ。お前危ないから外に出るなよ。あの、何ですか。何ですかじゃねえよ。てめえ今俺のこと睨みながら通り過ぎたよな。そんなことしてないです。ただ通り過ぎただけじゃないですか。言いがかりは用してください。言いがかりじゃねえよ。今絶対睨んでただろ、ふざけんな。ちょっと、車を殴るなんてひどいじゃないですか。やめろって。ああ、頭にきた。ほら、いい加減にやめてくれよ。あなた、何やってるんですか。今、警察呼びますから。くそ、覚えてろよ。港慎二は通りがかりの男性に言いがかりをつけて殴り合いになった上、最後には馬乗りになって男性の首元をめがけ、刃渡り8センチの折りたたみナイフで刺してその場を去ったというのです。早速ですが、事件当時の話を聞いてもいいですか。はい。あの日は日曜日で、後輩たちと一緒に車でバーベキューに出かけてました。それで夕方に帰宅して、バーベキューの機材をアパートに運ぶために空いていた駐車スペースに車を止めようとしたんです。そしたらいきなり目の前にある別の駐車スペースにいた男がこちらに向かって歩いてきて、その後口論の末首元を刺されてしまったんですね。そうなんです。こっちに来てからは言いがかりもいいところで、ごちゃごちゃと因縁をつけてきたので、僕もなんだよって言葉を返したんです。そしたら5発くらい殴られてしまって、しかも助手席にいた後輩にまで手を出そうとしたので、怪我をさせたらいけないと思って車を飛び出したんです。そしたら警棒で殴られたんですよね。はい。僕も昔やんちゃしてたことがあったので、とっさにかがんで避けることはできたんですけど、警棒の先が肩をかすめて、
傷を負ってしまったんです。それでもなんとか決着がついたと思って車に乗ったら、僕をめがけて飛びかかってきて、しばらくしたら後輩が慌てながら血が出てますって。そこで初めて通報した方がいいと思って後輩が通報してくれたんです。相手の男性が湊慎二だったというのはいつ分かったんですか？警察に事情を聞かれた時でした。僕があいつも何かやってたんでしょって刑事さんに聞いたんです。そしたら刑事さんが、そんなレベルの男じゃない、もっと大物だって言われて、相手の名前も刑事さんから教えてもらえたので、自宅に帰ってから調べてみたら、女子高生コンクリート詰め事件の犯人だって分かって、さすがにゾッとしてしまいました。おい、聞いたか、埼玉県川口市で口論の末首元を刺して逮捕された男いただろ。ああ、素行の悪い男がカッとなって犯した事件ですよね。それがどうかしたんですか？あの犯人、30年前に日本中を震撼させた女子高生コンクリート詰め事件の湊慎二だったんだよ。あの事件の犯人の一人ですか？そうだよ。俺もさすがに名前聞いた時は衝撃的だったわ。やっぱり巨悪事件を起こした犯人って出所後も反省することなく根っからの悪ってことなんですかね。そういうことになっちまうよな。まあ中には本当に反省しているやつもいるだろうけどな。その女子高生コンクリート詰め事件の他の犯人たちもやっぱり出所後は、ああ、俺も気になって調べてみたら全員何かしらの犯罪を犯してた。あの事件って確か少年法によって刑が少し軽くなったんでしたよね。そうだってな。当時はひどすぎる内容のあまりに多くの人が少年法で守るような人間じゃないって声が上がってたらしいな。そうなりますよね。私も今その内容を読むだけでも吐き気がするくらい最悪な事件だと思いますもん。恐ろしい犯人たちですね。こうして女子高生コンクリート詰め事件の犯人たちは出所後も反省する素振りを見せるわけではなく、何かしらの犯罪を犯して逮捕されているようです。この事件は日本の犯罪史上においても稀に見る重大かつ凶悪な犯罪と言えるでしょう。被害女性である吉田純子さんを思うと胸が張り裂けそうなくらい悲しくなります。今後このような凶悪な事件が出てこないよう心から願いたいです。こういった凶悪な事件があったというのは若い世代にも動画を通して知ってほしいと思いましたね。こいつら俺許せないよ。こんな奴らが少年法に守られていたなんて考えると腹が立って仕方ないぜ。そうですよね。少年法に守られた構成が単なる理想に過ぎなかったって感じてしまいます。凶悪な事件が他にもまだあるなら、俺はこれから知らない事件も知っていきたいと思ったな。